ちゃんです。今日はね、ちょっとね、アイスをね、買ってきました。ちょっとね、気になってたアイスを買おうと思ってたら、売ってなかったよ。だから、国産米粉入りもなかの、宇治抹茶あずきもなか、北海道産あずき森永。これを買ってきました。楽大生けどね、これ買ってきました。パリッと香ばしくなる。食べ方はこちら。いや、そんな見ないでも食べ方ぐらいわかるやろ。ねえ、ちょっといただきます。うん。うん。いいね。ちょうどタイミングでしたね。ちょっと行けなくなっちゃった。
作ってね、アイスは口に美味しいし、やっぱりね、まあ秋や言うてもアイスが美味しい季節ね。この季節で限定が出てくるけどね、今抹茶の季節なのかな、知らんけど、抹茶系のスイーツもね、まだ増えてきてるしね。抹茶はね、苦くて美味しかったけど、あんこがすごい甘い。丸くはないけど、甘すぎるかな、ちょっとね。でも、抹茶だけやったらちょっとおだらしで、あんこがね、濃厚で美味しいのが美味しかったけど、あと味が甘いから、まあ、お茶も美味しいかなって感じで。ということでね、今日まあ、夜一で、ね、自然ちょろーと過ごしてね、ちょっといかんなとこだけ先行ってね。忙しいもの。でもね、今月ね、予定緩めてたつもりやってんけど、今週もちょっと予定があって、来週予定入れてあって、再来週も予定入っちゃったりとかで、そのまた次の週も予定入ってる、なんやかんやでね、連続でね、予定が入ってて、アイス美味しかったですということで、今日のあっちゃんの、アイスタイムこの辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんのアイスタイム、ね、森永の宇治抹茶アイス、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。逆光で何も見えてないような感じがする、はい、ここがすごい光った、5個が当たってるあっちゃんでした。